皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の雑学のコーナーです。今日の雑学は、急がば回れってどこを回ることを言ってるのということですね。つまり、由来です。はい。どこが由来でしょうかはい。ちなみに、日本です。中国から来た ことわざではありません。はい。はい。答えは、琵琶湖です。はい。それはですね、昔ですね、琵琶湖を水路を使ってよく渡っていたことがあったそうなんですね。はい。福井県側から滋賀県の大津市へ。はい。大津へ。はい。ですが、比叡山からの突風によって、 転覆すすることが多くですねそれで、えー、短歌が読まれておりますそこに「急がば回れ」という言葉が入ってるんですねはいつまり急ぐんだったらなおさらのこと琵琶湖は陸路で回った方がよろしいということわざとなったわけでございますはい今回の配信は以上となりますまた次の配信 または別の配信でお会いしましょう。さようなら。